ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、早くコロナ禍が終わってほしいよ。飲み会で騒ぎたいし、気兼ねなく旅行に行きたいし、マスク生活ともおさらばしたいよ。そして何よりも社会が殺伐としすぎ。早く以前のような生活に戻りたいよな。だがワクチンも普及してきたしもう少しの辛抱かもしれないぜ。けどもう誰か影響力がある人がコロナは終わりだ、くらい言わないと終わらない気もするんだけど。だが人の命が関わっていることだから、どうしても慎重になってしまうよな。特にコロナについては芸能人、有名人も SNS を通じて持論などを発信しているが、その発言が炎上してしまうケースも多々あるんだぜ。どんな炎上騒ぎがあったの？よし、それじゃあ今回は新型コロナで炎上した有名人6選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、元陸上選手でスポーツコメンテーターの為末大さんの炎上だ。すごい選手だったの？それはもちろん。400メートルハードルの日本記録保持者だからな。為末さんが炎上したのは、1回目の緊急事態宣言が発令された翌日の2020年4月8日のことだ。何をやらかしたのかしら？為末さんは日本経済新聞が報じた、朝の山手線、乗客 35% 減止まりというニュースに、このようなコメントをつけてツイートしたんだぜ。出勤しちゃうんだ。緊急事態宣言後もなお会社へ出勤する人に対して苦言を呈したんだね。けどちょっと言い方が無神経というか見下した感じがするかな。そうだろ？この発言はリモートワークができない仕事についてる人、どうしても休むことのできない人、その他様々な事情で出勤しなければならない人たちから強い反感を買い、怒りの声が殺到した。このツイートへのリプランには、有給も保証もない中で子供を育てるために働いてます。産廃業者です。ゴミ屋はテレワークできません。看護師はコロナ陽性になるまで仕事ですよ。といった批判が続出したぜ。みんな好きで電車に乗ってるわけじゃないしね。コロナにかかってしまうかもしれない恐怖を抱えて、それでも働きに出てるわけだし、想像力が欠けてるかもね。そんな悲痛な声が本人にも届いたのか、その後のツイートでは、もしこれで収まらなかったら、一段上の強制力がある措置を行わないといけないということになるのだろうか。そうなると憲法改正とか必要なのかな。ちょっと殺伐としてきたかな、などとツイートしてるぜ。何さらっと受け流しているのよ。それじゃあ折り立てるだけだよ。その通り。この発言によってさらに炎上に拍車をかけることになった。最終的に為末さんはごめんなさい、と一言だけツイートしてるぜ。何に対してのごめんなさいよ。まともな謝罪の文になってないし、仕方なく謝ってる感じが伝わってくるわ。そうだな、やはりどこか配慮が欠けているよな。この謝罪の仕方についても炎上してしまう事態となったぜ。続いて紹介するのは、人気アイドルグループニュースの元メンバー、手越祐也さんだ。確か今はもうジャニーズ事務所は退所しているよね。もしかして炎上の件が関係しているのかしら？終わりだぜ。手越さんは1回目の緊急事態宣言が出されている最中に複数回、飲み会に参加していたようなんだ。ああ、それはまずいやつだね。飲み会の場は感染リスクも上がるしね。しかもジャニーズ事務所は、世間に新型コロナウイルスの感染拡大防止を呼びかける立場にあったのにもかかわらずだ。事務所もお怒りだろうね。何か処分はあったの？事務所は緊急事態宣言が出される中でのこのような行動は許されることではないとして、芸能活動の無期限自粛を言い渡しているぜ。無期限か。少し厳しい気もするけど、当時は日本全体に自粛ムードが漂っていたからね。それくらいしないと世間の炎上は収まらなかったかもしれないね。だが手越さんはこの処分を不服として、自ら契約解除を申し出たんだ。2020年6月19日に契約解除を報告し、世間に衝撃を与えたぜ。これが事の顛末か。けど、お酒を飲みに行ったくらいで契約解除だもんね。世知辛い世の中になったものだわ。続いて紹介するのは、安倍晋三元首相だ。安倍さんはコロナ対策で散々バッシングを受けたよね。安倍のマスクかな？水際対策の不手際かな？そうだな、いろいろあるがここではうちで踊ろう動画をあげるぜ。どんな動画？星野源さんの楽曲、うちで踊ろうとともに、安倍さんがお家でゆっくりする動画を公開したんだ。動画のコメントには次のようなメッセージが添えられているぜ。友達と会えない、飲み会もできない。ただ、
皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘してくださっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。いいじゃない。ステイホーム PR にもなると思うし、安倍さんのメッセージも伝わってくるわ。この動画はインスタグラムでは38万8000回、ツイッターでは1700万回再生されたぜ。再生回数は大成功ね。あとはどれだけ多くの人に安倍さんのメッセージが伝わっているかが肝心よ。残念なことにこの動画には多くの批判が寄せられ、炎上する事態になったぜ。あらま。企画自体は悪くないと思うんだけど、どんな批判があったの？動画は東京富ヶ谷の自宅で愛犬を抱いたり、飲み物を飲んだり読書をしたりと、自宅でくつろぐ様子が撮影されていたんだ。その内容に対して、あまりにも空気読めない投稿、くつろいでる場合じゃない、何様のつもり、などと批判が集まったぜ。確かに国難の真っただ中だから、もっと対策してほしいって気持ちはわかるかな。そうなんだ。国民に一方的に外出自粛を要請はするが政府の保障が不十分という中、仕事が激減した人たちの神経を逆なでするような動画になってしまったんだ。政府がしっかりと保障していれば、もっと称賛されていたかもしれないね。続いて紹介するのは、岡村隆史さんだ。岡村さんは2020年4月23日放送のラジオ番組、ナインティナイン岡村隆史のオールナイト日本で読者から寄せられた、今後しばらく和風に行けないという悩みを取り上げたんだ。性の話題は炎上につながりやすいわよ。気をつけて発言して。岡村さんはこの相談に対して、コロナが収束したら、ものすごく絶対面白いことある、と回答を始めた。面白いこと？何かしら？苦しい状態がずっと続きますから、美人さんがお嬢やります。これなぜかといえば、短時間でお金を稼がないと苦しいですから。だから今、我慢しましょう、と発言したんだ。うわぁ、これは引いてしまったわ。まるで女性の貧困化を期待して、望まずしてふぅって働くことを歓迎しているみたいに聞こえるわ。この発言には女性蔑視だとする批判の声と、岡村さんなりの社会問題の提起だとする擁護の意見が SNS 上で真っ向から対立したぜ。社会問題？一体どんな？岡村さんが言うように、コロナ禍のような非常時で経済的に困窮した人が増えると、政府の世界に入ってくる人が増えるのは事実なんだ。あながち間違ったことは言ってないのね。ただここは本来社会福祉が立ち入って貧困に苦しむ女性を救い、望まない形で政府の世界に入ることを防ぐべきなんだ。確かにね。政府産業が貧困女性の受け皿みたいになってるのが問題なわけね。その通りだ。岡村さんはどちらのつもりで言ったのかしら？さあな。どちらにせよ多くの女性を不快にさせたのは事実だ。岡村さんは翌週のラジオ放送で、相方の矢部博之さんから公開説教を受ける形で謝罪したぜ。岡村さんは今は結婚していて子供もいるんだし、コロナが明けても夜遊びは控えた方がいいかもね。続けて紹介するのは、東京事変だ。椎名林檎さんがボーカルのバンドね。東京事変は2020年2月29日、3月1日とライブを決行したことで、大きなバッシングを受けることになったぜ。当時は日本で新型コロナの感染者が拡大し始めてた時だったっけ？そうだ。ライブ前の2月26日には安倍晋三元首相が、イベントの中止、延期要請を出していた。これを受けて全国各地のイベントなどが中止や延期を決定したんだ。要請を無視しての決行だったんだ。それは反発も大きそうだね。事実、ライブ後には東京事変の SNS は炎上状態だ。ワイドショーや情報番組でも、コメンテーターから開催を疑問視する声が上がったぜ。感染拡大期にそんなことしたら批判が起きるのは当然よね。なんで東京事変はライブを決行したんだろう？まず一つ目の理由は、2月29日は東京事変にとって特別な日だった。東京事変は2012年2月29日に活動終了していて、8年ぶりとなる復活ライブの初日だったんだ。思い入れや強いこだわりがあったんだ。さらに東京事変は椎名林檎さんが代表を務める小さな事務所に所属している。会場を抑えるだけでも大変なことなのに、チケットの全額払い戻しとなったらかなりの額の損害になるぜ。ライブを中止しても損害しか残らないのね。そこはやっぱり国が保証すべきよ。無責任、自己中、などと炎上は止まらず、
ついにその後の5公演は中止に追い込まれることになったぜ。やっぱり批判に耐えられなかったか。中止になってもなお、炎上は収まらない。中止で当然、今更遅い、といったコメントが寄せられているぜ。世間って恐ろしいね。もし残りのライブも強行するようだったら、完全にアーティストとしての生命線を絶たれるくらいの騒ぎになってただろうね。最後に紹介するのは、実業家の堀江貴文さんだ。堀江門。この人の場合、コロナじゃなくてもしょっちゅう炎上してる気がするよね。堀江さんはコロナ禍当初から経済低迷を懸念して、過剰な自粛、ステイホームに反対の姿勢だった。スーパーの入店規制などの対応を検討しているという小池百合子都知事に対して、マジでこいつく、の極みだな。アルピニストの野口健氏が登山の自粛を呼びかけると、頭悪すぎて笑う、など過激な発言をしてたびたび炎上騒ぎを起こしていたぜ。頭はいい人なんだろうけど、口が悪すぎ。そして2020年5月10日に放送された TBS 系、サンデージャポンに出演した際、いつものように緊急事態宣言は必要ないと主張したんだ。まあ、確かに効果があるのかないのか疑わしいところはあるよね。すると共演していた田中みな実さんに、じゃあ堀江さんは、政府がどういう策を講じればよかったと思うんですか?と質問されたんだ。そうよ、文句ばかり言ってないで自分の案を出しなさい。これに対して堀江さんは、緊急事態宣言を出さなければ、みんな適度に自粛していた、などと抽象的な返事をするばかりだぜ。具体策ないんじゃない。田中みな実さんに言い任された感じになってるじゃん。このやりとりがネットニュースに取り上げられると堀江さんは記事を引用し、あんたみたいなば、が政府は何もしてくれないとかアホなこと言うから、必要もない緊急事態宣言とか出しちゃうんだろうが、とツイートするぜ。何を今さら、その場で言い返しなさいよ。ネット上でもやり方が卑怯と冷ややかな意見が集まり、またもや炎上する事態となったぜ。堀江さんの炎上癖も、コロナ騒ぎと一緒に収束することを願うばかりね。以上、コロナ禍で炎上した有名人6選を紹介したぜ。確かに良くない言動と言えるかもしれないけど、そこまで炎上するかどうかといったら微妙な感じもするよね。やっぱり社会全体がコロナに過敏、過剰になりすぎているからなのかな。それはあると思うぜ。コロナの存在は未だに日本社会に大きな影を落としているからな。コロナ関連の言動は今後も慎重に気を使っていく必要があると思うぜ。コロナ禍が明けるのは当分先かな。早く収束することを願うばかりだね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。